株式会社キソロは、愛知県名古屋市小枠白金三丁目に本拠を置く飲食店等を運営する企業。株式会社キソロのルーツは、1950年、松原清子が愛知県名古屋市中区大須赤門前に、喫茶松葉を開店したことに始まる。店舗面積10坪、座席数24席のささやかな喫茶店。開店から3年後の1953年、 大橋正幸が、婿養子として、松原家に入る形で、松原清子と結婚、松原生となり、喫茶松葉のマスターとして働き始めた。1957年、松原正幸が、株式会社松葉喫茶の代表取締役社長に就任し、喫茶松葉の多店舗化が始まる。音楽喫茶などの特色を売りに、名古屋でも指折りの喫茶チェーンを作り上げる。 その絶好調の中で新業態への研究に打ち込み、1966年、シャブシャブの木ソロ1号店を名古屋市中草会に出店。以後、喫茶松葉の店舗を業態転換するなどして、店舗展開を進めていく。木ソロ以外にもファミリーレストラン、地中海や民芸風居酒屋、巨来世、カフェバーのビッグウェンズデーなど、様々な業態の外食店舗の開発に着手する。 1975年には多店舗化の中で、さらなる品質の向上のため、セントラルキッチンを設立。1977年、グループ名を松葉グループから地中海グループに変更。3年後の1980年、地中海グループの各社が合併し、現在の株式会社キソロが発足。1982年、シャブシャブのキソロの東京進出。 1987年、中部地区の外食企業としては初めて、名古屋証券取引所2部に上場を果たす。同年、シャブシャブの木ソロは関西に進出。1990年、九州にも進出し、全国的チェーンとなる。多店舗展開を睨んで、教育システムを整備し、今日まで独自の人材育成や日本文化の伝承に力を注いでいる。 1993年、創業者松原正幸社長が会長に吉江源氏が2代目社長に就任。2000年、東京証券取引所第2部に上場。2001年、東京証券取引所第1部に指定。2006年、創業者松原正幸が相談役に吉江源氏が会長に松原秀樹が3代目社長に就任。 2010年10月1日、創業者の松原正幸が多臓器不全で死去。キソロキソロ、雑誌個室焼肉ジャンジャンティーンスズの連かつては、地中海の名前で、ファミリーレストラン事業を展開していたが、1999年8月31日をもって全店撤退し、一部店舗は素材屋を中心に業態変更している。二千十年三月十一日現在、 毎年3月31日及び9月30日現在、100株以上所有の株主に有体権を6月末及び12月中旬に、送付2015年7月27日、大阪区検察庁は5人弱機による不正競争防止法違反で、運営会社と従業員2人を略式起訴した。2012年12月3日から2014年7月17日に、 大阪市内の北新地点で契約6,700食が他県産の和牛を使用していたのに、松坂牛と表示して販売した疑いによるものである。この問題を受け、内部調査を実施しその結果、カリア店、神戸ハーバーランド店でも同様の偽装が行われていたことを公表した。この件に関し運営会社は、処分を厳粛に受け止め、再発防止を徹底すると説明している。 ABCD 流通会社年間2003年版、日本経済新聞社、ピアニッシモ、2025、ハット ABCDEFGHI、有価証券報告書第71期。エディネッツ、2020年11月13日閲覧。キソロ、厳選和牛大賞等の店舗を運営する、大将軍の全株式取得、子会社会、フィスコ、株式会社フィスコ、 2020年11月13日閲覧。AB、基礎炉法人と元料理長二人を略式基礎、牛肉産地偽装問題。産経新聞。 https コロンスラッシュスラッシュ www.sankei.com。スラッシュ w w ウエストスラッシュニューススラッシュ一五零七二七スラッシュ ws。t。一五零七二七零零。八一。シュ html。二零二一年二月二日閲覧。ab。牛肉偽装で、ヒソロ略式基礎元料理長二人も。大阪府県。日本経済新聞。 オリジナルの2015年7月30日時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 5 0 7 3 0 0 2 2 6 1 3 h t t p w w w n i c a y c o m a r t i c l e d g x l a s d g 2 7 h b 9 x 2 0 c 1 5 a m 7 c c 1 0 0 0伊沢県名。しゃぶしゃぶキソロ、松坂牛は偽装でした。 東洋経済2021年2月2日閲覧ありがとうございます。